まず今大会、コロナウイルスの状況で開催も難しい中開催してくださったことにすごく感謝の気持ちでいっぱいです。でそんな中でパラバドミントンが新競技で、自分としても子供の時からずっとバドミントンをやってきて、このような素晴らしい舞台に立てたことはすごく、誇りに思ってます。本当に夢のような、時間でした。はい、本当にこのコロナの状況の中で開催されたっていうことが本当に私たち選手にとっては本当に、本当にありがたいことで、正直開催が決まってからも少しこう気持ちの面では複雑なところが大きかったんですけど、でもやっぱり周りの応援してくださる方の声っていうのを聞けた時に、この大会で自分は挑戦していいんだなっていうふうに思えて、そこから本当にこう集中して大会までやってくることができました。シングルス、ミックス、ダブルス、2種目出て、最初から目標はもうメダル獲得っていうところだったので、それが達成することができて、まずは本当にホッとしました。それと同時にやっぱりやってきたことっていうのが試合で出せたっていうのはすごく嬉しかったです。ありがとう。ありがとう。